フォロワー数1000万人の内山さんと秋社長が作る SNS 攻略情報は概要欄から。詐欺か、詐欺か、ちょっと怪しいかな。なるほどね。 TikTok アフィリエイトは実際稼げるのか聞いてみます。稼げない。アフィリエイトって聞くと詐欺が多いイメージやん。いや、僕は経営者ですからアフィリエイトはもう理解はある方ですけども、うんうんうん、アフィリエイト稼げんじゃないのって思うんですよ。って思うや。 TikTok でアフィリエイトは難しいかもしれないかな。でも今多分この動画見てる人たちは、うん、TikTok アフィリエイト今稼げると思ってね見ている人が多くなると思いますよ。そうですね。結構 SNS によって民度って言い方したんだけど客層というかTikTokはまあ若い子がやってるイメージですね、うんうん、で YouTube って結構20代30代40代とかが見てるイメージですね、うんうん、で Twitter とかはコアなねユーザーが結構多いというか、インスタも、まあ、若い子から幅広くやってるんですけど、その中でも情報というかこれ難しいな。 TikTok でアフィリエイトって難しいのよ。この企画大丈夫か。実はね TikTok で告知とか広告のような動画ってアルゴリズム的にも伸びないようになってるんです。アフィリエイトって言ったら、じゃあ例えばこのリンゴとか何でもいいんだけど、それを買ってくださいっていうのがアフィリエイトじゃない、うん、まあ、そうです。それが伸びづらいってことですか。そうなんです。 TikTok のアルゴリズム的に動画の中で告知だなとか販売促進してるなっていう動画って必然的に伸びないようになってるんですよ。あ、アルゴリズム的な問題。そうなんですよ。でこれ動画内もそうだし投稿文でもそうだしコメントでもそうなんだけど、これ欲しかったらプロフィールの URL から飛んでね、うん、とか広告と思われる動画はね伸びないようになっちゃったやろなよ TikTok って。すげないやん。どうやって稼ごう。まあなんだけど、例えばゼロからリンゴを育てた動画だったり、リンゴ料理をいろいろ紹介するアカウントがありますと、うん、あ、この人いろんなリンゴ育ててるんだ。で、プロフィール見たときに、プロフィールのリンクとかにリンゴまとめ情報みたいな感じで URL 貼っておけば、まあ確かにそこから流動することはできるんですけど、気軽にアフィリエイトで動画一本で集客できるかっていうと難しいのよね。なるほどね。だから TikTok のその動画でアフィリエイト用の動画を撮るわけではなくて、そうです。その TikTok のチャンネルが、まあ、そういうコンテンツでっていうところだ。アフィリエイトではないね。あ、おっしゃる通り。香水を紹介してるケンティさんっていう方がいるんですけど、うん、もう多分 TikTok 初期ぐらいからそういう香水を紹介してる方で、彼も香水これ取り揃えてますよっていうリンクを貼って、そこから集客というか購入してもらったりとかはしてるみたいなんで、うん、そういう専門チャンネルとしてやるのはいいですね。すごい。まあピザーラとかね、公式アカウントとかも、ね、まあ、結局ピザのね、うんぬんかんぬのコンテンツ作って、そうです。ピザーラして買ってもらうっていう感じですか。そうですね。アフィリエイトではないですよね。そうですね、うん、結構こう勘違いしがちなのが TikTok で動画出せば物が売れると思ってるんだけど、No! TikTok はあくまでも認知拡大用だと思ってください。この会社の名前、あ、なんか知ってるとか、あ、これ最近流行ってるよねみたいな、それぐらいの認知拡大ぐらいがちょうどだよ TikTok って。はい、でも今、はいはい、X とかではアフィリエイト儲かるって話だいぶ来てますよ。この動画の他の関連動画 TikTok アフィリエイター儲かるってめちゃめちゃ出てる気がしますよ。うん、まあそう言ってる人がもう詐欺か、詐欺か、ちょっと怪しいかな。なるほどね。 TikTok のアフィリエイトでめっちゃ儲かる方法みたいな感じの情報商材を販売して、TikTok でアフィリエイト、まあ、できないことはないけど結構やり方難しいかな。まあ、TikTok から別のところに流動してから告知というかあれするのがいいのかなって僕は思っております。法律的にそのアフィリエイトとかするときに広告ですよっていうのを明確にきちんとやんないといけないっていうのも出てるの で、そこら辺をきちんとしてないアフィリエイトっていうのはもはや詐欺。そこに関しては本当に気をつけた方がいいとは思いますよね。だからアフィリエイトっていうのはもう時代的にも結構厳しいのかもしれないですね。そうですね。ということで今日はですねアフィリエイトについて聞いてみました。バイバーイ。日本7位の TikToker 内山さん、1円も稼いでませんでした。 TikTok の収益化でどれぐらい稼げるか聞いてみたいと思います。あー、聞かれちゃう。稼いでるんでしょ。実は僕ね TikTok で
全然稼いでません。はいはいはい、はい、前澤社長でさえね稼いでないって言いますからね。それは嘘、それは嘘ね、それは嘘、それは嘘でしょ、完全に嘘だね。稼いでない。そうなんですよ、TikTok の収益化が8月からスタートしているんですけど、僕1円もやってないんですよ。日本7位ですね。フォロワー上から数えてって日本7位で稼いでないわけでね、そんなに誰も TikTok やりたくなんない。稼いでないもん私。まあっていうのも実はこれ条件があるんですよ。待って、本当に本当にゼロ、もうゼロ。実はお金もらったことない。ください、くれ、なんでくれねえんだよ。待って待って、どっかに寄付とかじゃなくて本当にゼロやん。ゼロゼロやん。 TikTok からもらったことないです。もう多分みんな TikTok やめちゃう。もうやめていいんじゃないですか。やめよ、やめよ、やめやめよ。でも再生数稼いだってマジで0円なんですよ。日本7位の人が0円なんですよね。うん、そうだよ。ちょっと嘘かもしれないですけどね。ちなみにどうやったら TikTok って収益化できるんですか。はい、実はこの TikTok の収益化には条件がいくつかございます。まずこのクリエイティビティ。めっちゃスマホ見てるけど。めっちゃスマホで。どうした。このクリエイティビティプログラムというやつで、まず18歳以上でフォロワー数が1万人以上、そして過去30日間で動画視聴数が10万回以上あること。まあいけるか。まあまあまあ。そしてここからが重要なんですけど、1分以上のハイクオリティなオリジナル動画コンテンツを作成して投稿する必要がありますと。1分以上、1分以上だって TikTok なのに。そうなんだよ内山さんさ、動画の特性上さ、1分以内なんだよ全部。確かに1分以上の動画多分出したことないかもしれない。あ、だからガチで収益化どうなんだ。お金がありません。じゃあこれから TikTok 始めてちゃんとマネタイズしようっていう人に関しては、はい、アフィリエイトとかね、いろいろやり方がある企業案件とかあるのは置いといても、はい、TikTok だけの広告収益、うんうん、で回すんだったら1分以上の動画を作らなきゃいけない。そうですね、1分以上作っといた方がいいんじゃないの、ね、まあね、実際どれくらい稼げるかはもう誰もわかんないってことですよね。そうですね、まだ8月始まったばっかりで、うんうん、あ、多分そろそろ振り込まれてたりとするみたいなんですけど、うんうんうん、なんか聞く話で聞くと、まあちょこちょこもらえてるぐらい、お小遣い程度にはもらえてるみたいですね。でもそもそも1分以上の動画を TikTok で見るっていう。そうなんだよね、だから1分以上の動画だってむずいよ、うん、10秒の動画でもむずいのにさ、バズるの、うんうんうん、なんか聞いた話だと100万再生の動画で1万円ぐらいのあるって聞いたから、100万再生で 1万ちょっとって聞きました。私はちなみに誰情報ですか。なんかいろんな人が言ってる。じゃあ星野ロミさん、なんか TikTok でなんかバズって振り込まれたとか言ってた気がする。おお、いくよ。最近始まった TikTok 広告さん、ガチのマジで儲かる。おお、儲かるやん。儲かるって。儲かる、儲かってない、この人だけです。じゃあはい、どう。150万再生で34,000円だから100、さっき100万再生で1万って言ったけど、まあ 1.5 倍。ロビさんの儲かってますこれ。50万再生で1万。50万再生で1万ぐらい。1万ぐらいか。ロビさん、これは儲かってないでしょ。ね、これむずいよな、これ。これは、これだって、150万再生って結構ハードル高えやん。ねえ。だから軽く言ってるけど、儲かるの定義が人によるけど、50万再生で1万円って、どうな。YouTube で50万再生って、すげえな。やばいんだ、ロミさんは多分バズるからっていう。あ、そうそうそうね、そうね。まあ TikTok 儲かるかって言われたら、まあ今の話を聞いてあなたがどう思ったか。うん、確かに。50万再生で1万入るよ、うん、あなた再生数どれぐらいいってますか。1分以上だよ、しかも1分以上の動画で。そうだね、そうだ、1分以上作んなきゃいけない、ね、1分以上の動画で1万再生もいってない人とかいたら、うん、諦めた方がいいかもしれない。だって50万再生で1万かな、うん、でだから1万再生だと10円か100円かな、そういうレベルになるってことですよね。50万再生で1万円だったら、多分この世のほぼ 99.999% の人はコンビニでアルバイトした方が儲かると思います。ちょっとみんなこれ聞いてどう思うかはあなた次第なんで、はい、じゃあそんな感じでね、今日はすごい悲しい動画になりましたが、日本7位の TikToker 内山さん1円も稼いでませんでしたというこんなお話でございました。ということで、今後もですね SNS の情報を知るためには、こちら概要欄の方にですね LINE とかもありますし、そしてコメント欄に残していただければ、そちらもですねどん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 拾っていこうと思いますので、はい、ぜひですね皆さんコメントお待ちしてます。バイバーイ。バイバーイ。フォロワー増やしました、すごい成果でしょみたいな、これ一番良くない。確かに。
TikTok 用で大切なことを教えてー。 TikTok 一応やってるけど役に立つ方法とか教えてほしいんですよね。いや結局 TikTok の運用をしていくっていう時に、まあ、お金を稼ぎたいとか有名になりたいとか、まあ、いろんなやり方あるんですよ、はい。まあ、この前の動画で出したんですけど、お金稼ぎたくて TikTok やる人、はいはいはい、まあまあまあいるじゃないですか、ね、多いですね。フォロワーがね日本で7位の内山さん、はい、いくら稼いでますか。これぐらい何言ってるかっていうと、この前ね、はい、TikTok 広告っていうのが、まあ、ありましたよね。広告で広告収入が得られるはずでした。でも TikTok で振り込まれたのは実際は0円。これ日本7位の950万人以上いる TikToker が0円。これ TikTok 運用して、まあ、ホラーめちゃめちゃ増えました、バズりましたっていうので成功かもしれないけど、お金稼ぎっていう意味では明らかに失敗じゃないですかね。そうですね。はい、ということで今日はですね、 TikTok の運用をする上で大切なことなんですけど、まず1つ目、目的をはっきりさせることです。ちなみにどういう目的で TikTok 始めました？僕もともと売れない芸人だったんですよ。売れない芸人、地下芸人。2018年に TikTok を始めたんですけど、うん、だから TikTok ってなんか若者がやってて、まあ、なんかやったら人気になるよみたいな感じだったんで、俺売れない芸人だしやってみるかと思ってやったのがきっかけだったんですよね。なんでことは芸人として売れたかったから始めた。最初はね、そういうファンをつけましたか。ついたんじゃないですかね。じゃあ内山さんはお金稼ぎのためにやった、はい、というよりも自分の顔をね、そうですね、もらったりファンをつけるためにやったってこと。おっしゃる通りです。じゃあこれはね正解パターンですよ。あのさっきお金を稼ぐためにやるっていう意味では失敗しますよねっていう話なんですけども、うん、これ目的がもう最初からファンが、そうですね、昔の TikTok なんてもうみんなお金なんて考えてないですよ。なんか人気になりたい、楽しくやりたいみたいな人たちが昔の人たちですね。今の人はねもうお金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 ってね、うん、いや分かるよ、僕お金大好きだから。じゃあ今回ねこの話を聞いている人の中で、まあ、人気になりたい人はそういうジャンルを極めるべきだし、運用するときにはそういうジャンルを極めるべきだし、お金稼げたい人はバックエンドの商品何を売るかっていうのをきちんと考えて運用を始めないといけないよねっていう話で、僕怒られるかもしれないんだけど、うん、TikTok 運用代行ビジネスっていうのが最近流行ってるんですよ。流行ってる流行ってる。とりあえずさフォロワー増やしてさ、いやー僕たち SNS 運用代行会社すごいでしょ、フォロワーたくさん増やしたんだよっていう、そういうコンサルいるんですけど、 SNS 運用代行とか SNS 運用で大切なことは何を目的で SNS を TikTok とかを伸ばすかどうかなので、フォロワーが増えたからね成功って思っちゃってるタイプに聞かれたら危ないね。おっしゃる通りだね。確かに確かに。そうね。結局その SNS とか TikTok 運用を知らないで代行会社に任せて、まあ、それでフォロワー増やしました、すごい成果でしょみたいな、それ一番良くない。確かに。大切なことはやっぱりまず目的。確かに本当大事で、お金か人気かって多分いい感じに比例というか反比例っていうのがしてると思うんで、確かにフォロワー数が多いけど、多分マネタイズ、お金にできてない人多分結構多いと思うんですよ。DJ 社長なんて何十億円の借金があるそうお金と人気ってあれなんだけど、そういう運用代行やってる人たちってフォロワー数多いよ任せてって言ってる人たちなんで、結局その人たちにお願いしてもお金に繋がるかって言われたら繋がんねえっていうか、また畑が違う気がするんで、結局今回ね、まあ、僕たちがまあこういうチャンネルやってますけど、ビジネス名は僕で、うん、SNS バズらせるのは内山さんって、うん、2人の意見がちゃんと合致したところを攻めていくとか、うん、それなら僕は分かるんだけど、あ、まあね、SNS だけのプロです任せてくださいとかだと運用する上ではちょっと足りないかなっていう。確かに刺さるわそれ。動画バズらせますっていう人だったり、コンテンツ作れますっていう人は、まあ、結構いるんだけど、うん、そのビジネス面、マーケティングの仕方とかも教えてくれるところは確かにないわ。そのためにこのチャンネル作ったんだよ。あとは2つ目の話しましょう。はいはいはい。2つ目は運用で10年間続けられることをやることです。うん、あ、間違いねえ。これもインフルエンサーもそうなんだけど、でバズった嬉しい、バズんなくなってきた、やめるとかでも終わるより。終わっちゃうんで、ビジネスにおいても続けることがやっぱ大切なんですね。結局 SNS とか TikTok をやるって言っても、うん、これ TikTok はビジネスよりも立ちが悪いのが復活できないんですよね。あれどれぐらいですか、アカウント死んじゃうのって。だいたい3ヶ月以上動画投稿しないともう死んじゃう。シャドーバンって言って動画を投稿してもアルゴリズムで乗らなくなっちゃうっていうのがあって、だから TikTok 運用で一番大切なのはもちろん目的もそうなんだけど、もう毎日ちゃんと続けられること、むしろこれが大切なんだろうな。そうね。
今回は SNS の運用、TikTok の運用をするときに大切なことなんですけど、一つ目はですね、目的がきちんと、もう、まずはこうやっていくっていうのをきちんとした上で、二つ目は、続けることです。これ、続けないとね、もうダメ。TikTok は3ヶ月続けないだけで死んじゃうんですよ。ビジネスとかよりも過酷です。っていうところはですね、きちんと方向を定めて続けられるっていうのがいいんじゃないかなと思っております。なかなか難しいね、これ。できたら苦労しないですね。今日もありがとうございました。バイバーイ。SNS の稼ぎ方ってめちゃめちゃあるわけなんですよ、はいはいはい、ただこれマジで見せると収益がガチでゼロですから。 SNS の稼ぎ方を教えてー。邪魔しろ、ね、教えて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 、ね、稼ぎが稼ぎたい、めっちゃ稼ぎたい。まず TikTok 日本7位なのに広告収入がゼロだった男ですからね。はい、ちょっと稼ぎ方を教えてもらわないと生活相当カツカツなんですけどもということなんですけども、はい、SNS の稼ぎ方ってめちゃめちゃあるわけなんですよ、はいはいはい、ただこれマジで見せると TikTok のフォロワーが日本で7位なのにもかかわらず収益がガチでゼロですから。そう、これ稼ぎ方は失敗するとこうなりますので、皆さん稼ぎ方知りましょう。それでは一つ目なんですけど、まあこれ、はい、皆さん知っての通り広告収入ですね。動画の再生数に応じた、まあ、広告収入が入ってきますよっていうパターン。ちなみに TikTok は、はい、なんだめちゃめちゃ再生されてるはずなのになんで広告収入で得られなかったんですか。1分以上の動画じゃないと広告収入にならないんですよね。そう、 TikTok って、まあ、10秒とか30秒ぐらいの動画ってイメージあると思うんですけど、はい、広告収入を得るにはなんと1分以上、Oh my goodness、 それ知らないとねダメってこと。だから YouTube に関してもそれこそ最近ねショート動画でぶっちゃけチャンネル登録100万人とか200万人でいたとしても全然稼げてない人いますよ。ぶっちゃけ100万人とか200万人でも今広告収入を得ようっていう時には、YouTube でも長尺動画、まあ、いわゆるその10分とか20分30分とかの動画だったらまだ広告収入が得られます。なんですけどこの稼ぎ方っていう中で今ぶっちゃけ再生数で広告収入を稼ぐのは無理。じゃあどうすればいいの。出すね、要案件、案件 SNS の稼ぎ方、案件だよね。案件ください案件っていうのはこれ何なのかっていうと、例えば内山さんがじゃあこのリンゴ美味しいよみたいな感じで950万人のアカウントからそれ紹介する、これ案件。ただね、案件結構受ける派ですか。受けたいけど少ない少ない。僕の動画の特性上ね、紹介って難しいのよね。案件受けられる人って、まあ、例えば僕だったら、ジャグリングの道具とかの案件とかだったら、まあ、それはね、僕日本チャンピオンですから、そうです、ね。まあ、案件受けやすいですよね。まあ、なんで、SNS 伸ばした先には、どういう案件があるのかっていうのをきちんと考えた上で、SNS をやっていくと、まあ、儲けやすいかもしれないですね。内山さんだったら案件何ですかね。まあ、楽曲を流行らせるとかかな。まあ確かにそのとにかくバズる人ですから、そうですね、楽曲を使えばその楽曲をみんなにね耳に届くっていうところで案件を使えるか。そうですね。まあ確かにそうですね。まあ最近だとその女性用風俗の案件やったんですけども、女風って言われてるんで、女風って知ってました？わあどうしようでしょ？みたいな女風っていうこの言葉を流行らせる。聞き肉ですじゃないけど、ああ、女風っていう言葉を流行らせるとかで、そういう時に拡散したいっていうのでありますね。なるほど。まあ今回はね一つ目案件。そして3つ目は自分のサービスを売ることです。まあ、僕たちが今やってることですね。そうですね。そう、僕たちは自分たちの SNS の運用代行サービスだったり、あと SNS に関するですねコンサルティングだったり、そういうサービスをこうやって提供するっていうのを知ってもらいたいっていうのもあってこの番組をやってますっていう感じで、その自分のサービスを売るっていうところをきちんとやっていくっていうのが、まあ、稼ぎ方の3つ目になります。ヒカルさんとか最近ね軌道に乗ってるのが動画編集キャンプの青さんとか、あとまあフランチャイズチャンネルさんとか、ね、ラファエルさんとかだとカレーパン、カソカレーパン、そうですよね。カレーパンだったり、まあ、ヒカルさんは自社ブランド立ち上げたり、うん、まあ、ヒカキンさんもラーメン、あ、だから味噌キンも確かにやったりとか、自分の商品を売るっていうのも SNS の稼ぎ方。まだ僕これめちゃめちゃ儲かると思いますけどね。だって普通の企業だったら広告かけなきゃいけないですか。いやそうなのよ、広告費って高いのね。
それを、まあ、自分のね、SNS を使ってやることによって、Twitter とかとリツイートとかをされることによって、自分のアカウントフォロワー数以上の効果を発揮するっていうので、これめちゃめちゃね、おすすめですね。はい。ということでですね、本日は SNS の稼ぎ方の3つお話をさせていただきました。1つはですね、まあ、まだ広告ですよね。再生数に応じてお金がもらえますと。で、これはちょっと正直厳しいかなと。前回の動画で出したんですけど、TikTok の広告が正直そんなに気になる方は概要欄あたりから見ていただいて、で、2つ目に関しては企業案件。これはでも、マイナスになる可能性もある。そうね。ブランディングがね。そうそうそう。いや、もちろん女性用風俗自体が悪いとか、そういうことは全くないんですけど、それもイメージとかがあると思いますので、そういうリスクもちょっとあります。そうですね。そして最後3つ目、これがおすすめですね。自分の商品をきちんと売ること、はい、これに関しては広告費を削れるっていうところもありますし、何より SNS のフォロワーってその人が好きでフォローしているわけですから、そうですね、そう、人のものを紹介してやるよりも自分のものを売った方がそれはみんな買ってくれますので、はい、これかなりおすすめですよっていうところでございます。はい、はい、ということで今日はですね、 SNS の稼ぎ方でした。ということで今日もありがとうございました。バイバーイ。ぶっちゃけ僕も結構ミスりました。専門性を追いましょう。もうバカです。今回の動画は公式 LINE に登録した人向けの限定の動画なんですけど、まだですね、公式 LINE に登録していないあなたに向けてですね、一部を公開させていただきたいと思います。まあ、今回の動画を見て、あ、ちょっと面白いなって思った方に関しては公式 LINE を登録していただいて続きを見ていただけると嬉しいです。それでは本編へ、おー、どうも、秋社長です。まずですね、公式 LINE 登録していただきまして、誠にありがとうございます。さあ、今回はですね、公式 LINE に登録していただいたあなたのためにですね、特別な、ま、講義をしていきたいと思います。今回まず一番最初にお話をするのが、SNS マーケティングでビジネスを加速させる方法ということでですね、お話をしていこうと思うんですけど、今回は5つ話していこうと思います。1つ目がフォロワー数を追わないこと。2つ目は専門性も追わないこと。3つ目がお客さんになってくれる人に向けてだけ発信をすること。4つ目が毎日投稿すること。5つ目は付き合う相手を考えること。ということでですね、ビジネスを加速させるっていうことに向けて話をしていきたいと思います。決してですね、インフルエンサーになりたいとか、まあ、例えばヒカルさんとかヒカキンさんとか、ああいう風になるんじゃなくて、ビジネスをしてきちんと YouTube をやるっていう時に大切なお話をしていこうと思います。まあ、この動画をね、見てる人はビジネスを加速させるために SNS をやるっていうところなんで、そこら辺ね、割り切って話をしていこうと思います。まず一つですね、フォロワー数を追わないことっていうところなんですけど、これね、めちゃめちゃやりがちな失敗です。変な話なんですけど、フォロワー数100万人とフォロワー数1人、どっちの方が価値がありますかっていう時に、もちろんほとんどの人はフォロワー数100万人の方が価値がある。これ当然みんなそう思うと思うんですけど、例えばですよ、そのフォロワー数1人っていう時に、その1人が石油王だったらどうですか？石油王が自分のファンだったら、フォロワー数100万人よりも確かに影響力とかそういう意味では少ないかもしれないんだけども、その一人がですね、石油王だったら、まあ、めっちゃ儲かるわけですよね。石油王だからさ、あなたの商品をたくさん買ってくれるわけですよ。こんなことを言うと、いやいや、フォロワー数一人でその人が石油王なかなかないでしょって思う人もいると思うんですけど、これもっともっと分かりやすく言うと、ファンなんですよ。自社の商品を買ってくれるファンっていうのが一人でもいれば、それは結局のところ物が売れるわけですよね。逆に言うと、フォロワー数100万人でとか言っても、実際その人のことが本当に好きじゃないってパターンって結構あるんですよ。これは特に TikToker とかが多いですよね。 TikToker っていうのは、まあ、そのダンスとか、まあ、そういうので伸ばしていくっていうところで、自分の特技で伸ばすっていうパターンは多いんですけど、フォロワーにはなるし認知もされるんだけど、じゃあその人の物買いたいっていうと、そんなことないわけですよ。っていう時に、結局のところフォロワー数を追ってるっていうのはビジネス上全くよろしくないよねっていう話だったりします。まあ、僕もね、もちろん発信を始めた時はフォロワー数とりあえず多い方がいい、もちろん少ないよりは多い方がいい、だけども結局フォロワー数を追ってるだけでは儲かんないよねっていう話です。2つ目、よくですね、よくわかんない SNS コンサルがこういうことを言うわけですよ。専門性を追いましょう。もうバカです。要は専門性を追ったチャンネルなんて儲かりませんよ。だって普通に考えてみてください。あなたの専門性とかを見てくれる人が本当にお客さんですか？例えば僕、じゃあジャグリングの日本チャンピオンだったり世界記録保持者ですけど、パフォーマンスに関するノウハウっていうのはたくさん持ってます。じゃあその専門性のね、あるチャンネルを僕がやったとして、それを誰が買いますかっていう話なんですよ。
それはじゃあこれからねパフォーマンスとかをやりたい人が買うかもしれないんだけども、その人お金持ってます、あのお金持ってるかもわかんないし、その専門性をそもそも買った人っていうのはお客さんじゃなくて競合他社の可能性って十分にありますよね。逆に自分の首絞めてるってことですよ。自分の専門性だったりを話すことによって自分の首を絞めているビジネスチャンネルって割とあるんですよ。それが儲かるって思ってるって信じてる人もいるんですけどね、まあ、基本的に儲からないです。だもちろん専門性を使って次にね上げていく条件っていうのをきちんと満たしていくのであれば儲かるんですけども、専門性をとりあえずね発信すればいいなんて全然そんなね甘くないよっていう話です。3つ目はですね、お客さんになってくる。